はいじゃあ皆さんこんにちはこんにちは今日は大人も知らない自分の変え方というお話をしますいつもは大人に向けて話していることなのでみんなにはちょっと難しいかなって思うかもしれませんでも一生懸命お話をするので皆さんも一生懸命聞いてもらえると嬉しいですそれでは早速始めます 僕のお友達で村木くんという人がいます彼はとっても頑張り屋さんで今日のお話の主人公です村木くんはみんなのお父さんお母さんと同じように夜遅くまで一生懸命お仕事をしていますで朝も早く起きて おお仕仕事事に向かってて夜遅くままでお仕事をしていますある日村木くんに会うととっても悲しそうな顔をしてましたどうしたのって村木くんに聞くと実はお仕事を頑張りすぎちゃってすごい疲れちゃったんですね村木くんは。 その結果、どうなったかっていうふうに言うと、村木君は頭がね、はげちゃったんです、こうやって。はげになっちゃったんですね。お仕事頑張りすぎちゃったんです。で、また別の日に村木君に会うと、村木君はもっと悲しそうな顔をしてました。村木君にどうしたのって聞くと、実は。 ハげただけじゃなくて、お付き合いしていた恋人にハげたせいで、振られちゃったんですね。で、悲しくなって、村木くんは、たくさんお菓子を食べたそうです。そうして、太っちゃったんですね、ものすごく。村木くんは、まあ、すごいかわいそうだなと思って、なんとか助けてあげたいと、お兄さんは思いました。 でも、はげたのを治すのは難しいです。恋人を作ってあげるのも難しいです。お兄さんは予防医学というみんなを健康にするお仕事をしていますだから、村木君を太った室木君を痩せて健康にすることはできるかなと思ってもう痩せるためのとっておきの秘訣を教えてあげました。 これまで偉い人たちがいっぱいいっぱい研究をして痩せるためには体を動かすかあるいは食べ過ぎないことが大事ということが分かってきていますこういうお話をすると村木くんはなるほどと言って納得してくれました村木くんはちょっとアホなんですね <laughs> でも一生懸命な村木くんです。もともと体を動かすのが好きだったので夜ジョギングをすることに村木くんは決めました。そうすると早速変化が起こります。村木くんは夜仕事が遅いのに家に帰って一生懸命ジョギングしました。そうすると家に帰ると喉が渇いてます。冷蔵庫を開けて ビールを飲むようになりましたみんなも大人になったら分かると思うけどビールっておいしいんだよね特に運動した後美味おいしいんですビールを飲むと何か食べたくなるんですねで村木くんはジョギングの途中にコンビニによってポテトチップスを買ってくるようになりましたあらららですね 痩せるためにジョギングしたのにそうビールを飲んでポテトチップ食べるからもっと太っちゃったんですこれはひどいなということでちょっと違うことをやりましょうっていうふうに村木くんと相談しました村木くんとお話しすると村木くんの一日は夜遅くまでお仕事してますだから朝から とっても疲れてるっていうふうに言います。夕食も遅いので、まだお腹にご飯が残ってて、朝ご飯も食べられないっていうふうに言うんですね。で、そのまま会社に行くので、午前中お腹が空いちゃって、お仕事になりませんって村木君言います。午前中お腹空いてるもんだから、お昼はいっぱい食べちゃうんですね。お代わりをいっぱいします。 そうすると、午後からお腹いっぱいになりすぎちゃって、眠くなって仕事にならないんですね。これ大人の世界では、村木くんは残念な人って言います。で、ようやく夕方から体が起きてきて、で、そこから仕事を始めるもんだから、当然遅くなるんですね。で、実はこういう大人の人ってすごい多いです。 大人は子供に向かって早く寝て早く起きろって言うんですけど、大人は遅くまで起きて、全然その元気なく一日を過ごしてる人すごい多いです。で、村木君は夜、早く寝るようにしました。だけれども、今まで早く寝たことがないから、寝ても寝ても夜だって言うんですね。 だから難しいんだと。じゃあどうしたら村木くんを痩せられるのかということでもう一回考えてみました。その結果ですね、村木くんと話し合ってよく分かったのが何か自分が変わりたいと思った時に僕たちは新しいことを突然始めようとします。村木くんだったらジョギングしてみたり夜早く起きたりと。 でも、変わりたいと思って、突然新しいことを始めても、なかなか続きません。なので、新しいことをやるんじゃなくて、毎日やってることを、ちょこっとだけ変えようっていうふうに変えました。例えば、村木くんの一日を見てみると、毎日やってること何があるかなって見てみたら、お昼に食べすぎることだったんですね。だから、お昼に食べ過ぎるんじゃなくて、 おかわりをあんまりせずにやめようと。そうすると、午後から眠くならなくなったので、村木くん仕事がはかどったそうです。そうすると、お仕事が早く終わって、夕食も早くなったので、家に早く帰れるようになったんですね。で、夜が早く帰れるようになったので、夜も早く眠れるようになりました。そうすると、村木くんは朝、お腹が空いて目が覚めるようになったそうです。 これまでは目覚まし時計で頑張って起きてたんだけども、夕食が早いので、朝ぐーっとお腹が空いて目が覚めるようになったそうです。で、朝ごはんを食べるようになって、ちゃんとご飯を食べていくので、午前中お腹が空かないから仕事がはかどるというふうに、村木くんはお昼ご飯を食べ過ぎないようにすることで、生活が全部変わっちゃったんですね。で、村木くんはどうなったかっていうと、 食べ過ぎないようになって、時間もできるようになったので、村木くん、無事にダイエットが大成功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、痩せて仕事もできるようになった村木くんが、女の子にモテないはずがありません。ハゲててもいいよって言ってくれる彼女ができて、ついに今度ですね、今度村木くん、この新しい恋人と、 結婚することになったそうですこういう村木君の話は以上でおしまいなんですけども最後に今日の話を振り返ってみたいと思います大人も知らない自分の変え方僕たちはやっぱりすごい人を見たりとかあるいは自分ってダメだなって落ち込んだ時に自分を変えようと思うんですねその時に 突然新しいことをやり出す人が多いです。でもそれはなかなか続かないっていうことがいろんな研究の結果分かってきました。新しいことを突然やるんじゃなくて、毎日やっていることをちょこっと変えていくっていうことが、実は自分を変える上で一番確実で大きく自分を変える方法であるということが、これもまたいろんな研究で分かってきました。でその際にですね、 自分が毎日やってることってたくさんあるんですね。でどれを変えたらいいんだっていうときは、一日全体が変わるようなことはないか。これ難しい言葉でキーストーン習慣って言います。キーストーン習慣っていうのは、ある一つの行動を変えることで、生活全体に影響を与えるような、そういう習慣のことを言うんですね。村木くんの場合は、お昼食べすぎないっていうことがそういうことでした。 そして多くの人の場合はそれは食べることであったり睡眠を変えることであるってことが知られていますだからみんなも将来自分を変えたいなと思うことが出てくると思いますそういう時は何か突然思い立って新しいことをやるんじゃなくて毎日普段自分が当たり前にやっていることをちょっとずつ変えていくそうすることで自分が変わっていくんだということをですね 覚えておいてもらえるとお兄さんはとても嬉しいかなというふうに思います以上で僕の話を終わりますありがとうございました<手>ありがとうございます